こんにちは今日は今年2月に第6次評価報告書が公表されました気候変動に関する政府間パネル IPCC の第2作業部会ワーキンググループ2の執筆者の一人である平林幸子先生をお招きしています先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの先生今回の第6次評価報告書ではですねま、えー、8年前と比べてこの点が新しい どんなな点がポイントなのかあの、教えていいただければと思いますあの。第5次評価報告書までは2050年ないし2100年ぐらいの、まあ、ある意味遠い将来に関して、まあ、このようなことが生じるだろうと書かれていたんですがもうすでに1.09度上昇してますしまたあのたくさんの、まあ、数値シミュレーションができるようになりまして割とその現在または近いすぐ近い将来にこういったことがあると。 いうことが多く示されましたですので、まあ、そのうちこうなるだろうということではなくもう自分ごととして気候変動の脅威が迫っているということが伝えられる報告書だと思います、まあ、特に前回の第5次評価報告書からですね、まあ、ある意味評価が変わったポイントというのはどういった点でしょうか。評価といいますとやはりその、まあ、あの先ほどのたくさんの,あのシミュレーションで 極端現象がもう人間活動によるものであるという、まあ、あの証拠というんですかね温暖化しなければこういったことは起こらなかったというものがたくさんあの示されたというのが大きないいだと思います洪水だったり、まあ、海面上昇の,あの影響だったりというところは日本人にとってもとても気にかかるところだと思うんですけれどもこのあの 第5次評価報告書の時にはまだ分からなかったこうティッピングポイント的なことのですね影響それをどう,こう織り込んでいくかみたいなことについてはどういった最先端の評価がなされたんでしょうかあの私は2019年の海洋と説氷権の特別報告書にも参加してるんですけれどもその時に、うんまあ、第5次評価報告書までは理論的にはありえるけれども 非常にその確率が低いといとう、まあ、ティッピング例えばあの南極ですとかグリーンランドの氷床が、まあ、大規模に急激に溶けて、まあ、海面上昇が非常に上がるということに関しては、まあ、明示的ににはレポートに入っってなかったんですねそれがやはりその南極でだいぶその氷の不安定なところが、まあ、観測が出てきたということもありまして、まあ、まだやはり確率は非常に低いんですけれども。 まあ、ある程度起こりうる未来としてそのティッピングが起こった場合に海面上昇がどこまで上がるかという予測がその特別報告書ないしは今度の,あの新しい報告書に盛り込まれたというのは大きな違いいだと思います、まあ、当然これにどう備えていくかっていうことも問題になってくると思うんですけれども適用の観点からはどういったことがこの第6次評価報告書にはあの記載されているんでしょうか。 まずあの温暖化レベルごとにいろいろな影響が整理されましてその中で新しく分かってきたことはまずその1.5度ないし2度にまあ抑えなければ非常に大きな影響があるとただしそのようなまあ低い温暖化レベルに抑えたとしてもないしはまたあの高い温暖化レベルではもう適用では避け,て避けることができないような大きなあの影響が出ると。 緩和策温暖化のレベルを下げるということも大事なんですけれどももう変化に対しては適応する適応策も同時に進めなければならないとさらにいろんな場所では適応しきれない適応の限界ということも今回あのいろんなところであのいろんな分野で私たちはあのこうしたあの適応策をこれから 作っていいかななきゃけ対応してかなきゃいけないとい,い,い,いうことだと思うんですけれども今回の評価報告書の中でですねどうういった適応策が注目されてますでしょうか私は水の書を担当したんですけれども適用策に関する文献が第5次評価報告書よりもたくさん増えてきまして多くの適用策は水に関連しているものだということが分かりました。 一番多いのは農業分野なんですけれどもその他には洪水の予報警報またはあのダムや堤防などで洪水による被害特に人命がかなり減っているということが報告書に書にかれました。あのまあ、今ある意味でこれだけ海面上昇のリスクも高まっているということになりますと、まあ、従来型の適用だけでは あの堤防を築くというだけではです、ね、解決できない問題も生じているかと思います。まあ、こういった方面あの例えば自然を生かしたです、ね、グリーンインフラ的なものとかもあの記載されているんででしょうかそうかそすねあの、まあ、都市の例えば適用に関しますとえ自然の、まあ、湿地ですとかあとは浸透のを増やすといった、まあ、あのグリーンですとかブルーな適用というもの と。また、あのもちろん、あの人間のインフラによる。これは灰色あのコンクリートの色を予想するので、灰色のま適用と両方を組み合わせた戦略が大事であると書かれております。グリーンインフラっていうのは、具体的にはどういったものをイメージすればあのよろしいんでしょうか？例えば、あの屋上緑化です。とか、あとはまああの堤防でしたら、マングローブのような沿岸であの生態系を保全しながらそこであの。 高波のような影響が軽減されるというものもございます。あの湿地帯とかあるいはあの田んぼがよくですね。あの、吸収するのに役立つとかあのいうこともありますが、あのそういったものも含まれるんですか？ そうですね日本ではあの流域治水という言葉があの最近使われるようになりましたけれどもやはりその川のそばに堤防を建てるだけではなくて流域全体で、まあ、あの洪水の影響を下げるといった取り組みが日本でも特にあの適応策としても位置づけられるような形で進められていると思います洪水に対する関心もあの高まってきているように思いますけれどもやはりあの気候変動が進んでいくとここ洪水被害というのは 明らかににやっぱり増えていくことになるんであのまあ,あの温暖化実験はかなりあの範囲が広いので日本のある河川がという予測だけではないんですけれども日本を含むアジアの、まあ、広い範囲で強い雨が増えてでそれに伴って洪水が増えるという予測になってますので日本も備えていく必要があると思います。 あの担当されたのこの第4章の中でですねあの平林先生が特に注目してほしいこのことは知ってほしいと思うポイントがありましたらぜひ教えてください人間活動の水循環というのは第5次評価報告書までは限定的にしか入っていなかったんですがかなりその人間がどれぐらい自然の水循環に影響を与えているかということの理解が 捕まってまいりまして、それがあの予測に対しても反映されてきました。ですので、まあ、例えば適応策を。まあ、あのダムを作るです。とか、堤防を立てたら、それがどのぐらい被害を軽減しうるか、またそういったそのまあ軽減策にどのぐらい費用がかかるかというところまで、新しいまあ算定値が出てきたことをあの注目していただきたいと思います。ま、人間活動による水の利用っていう場合にはこう。 ある意味ダムとか灌柄も含まれると思いますけれどもそれが自然の,その水循環にどれくらいいい影響を及ぼしててるかかが分かってきたととそういうことです自然の水循環の中で人間が使った水の量ないしは例えば適応策の失敗ということも書かれているんですけれども灌柄が必要になったところで地下水を汲み上げすぎたために地下水位が下がってまた地盤沈下が起こるという事例も紹介してございます。 まあ、あの非常に多くの人口がですね海岸近くの都市部に集中しているわけですけれども、まあ、あのそういった都市にとって具体的にどういう適用が有効かっていうことをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 都市化が進みますと水循環に関してはあの水が染み込む、まあ、浸透する場所が減りますのでその分地下水位が下がってしまうないしはまあ人口が過密になってきますと水資源が足りなくなっていくということがございますのでまたはあのヒートアイランドということで、まあ、蒸発が減ることで、まあ、気温が温暖化プラスヒートアイランドで非常に高くなるというものがございます。でそれぞれぞに対して 例えば屋上緑化のような生態系も含めたグリーンインフラで対応することもございますし湿地を近くに再生するないしは都内に都市の中に水が浸透するようなものを作って地下水を維持するようないろいろな取り組みが考えられると思いますコストの面とかはいかがなんでしょうそううでですすねコストも非常にかかると思うんですが ただその都市の持続的な開発という意味では気候変動ないしは人間によるまあ環境改変に対して対応することはまあ十分必要でここの水の分野で、えー、まあ先ほど適用の限界っていう言葉がありましたけれどもやはり あまり考えたくない言葉ですが、適用の限界というのもやってくる可能性があるということですか？あのすでに適用の限界に達している場所もあるということまで書かれています。で、今回の報告書では適用は2種類定義されてまして、もう何をしても適用できないというまあ、ハードな適用の限界というものと、あとはあの制度的ないしは資金面でのまあ、限界があるために適用ができないというソフトな限界という2つが定義されております。 で特にあの生態系に関してサンゴ礁をイメージされると分かりになるかと思うんですけど、まあ、そういったところはもうハードな限界に達しているのではないかと言われている場所もございます日本の場合は、まあ、もちろんあの開発途上国に比べれば資金面では少しはあるかとは思いますがただ海岸線も長いですしここを全部。 防潮堤を高いものを築くとかですねもう考えるととても本当にできるのかっていうふうに思ったりもするんですけれどもそうですねですからあの、まあ、どこにお金をかけるかということもありますしやはりただそのこの報告書では、まあ、こうなるかもしれないけれどもそれがどれぐらい回避できるかというあの気候変動に強い開発を可能とする経路というものも、うん、あの今回書いてございまして。 なので、まあ、いろいろな対策ないしは戦略を持って、まあ、この変化に対して対応していくべきであるということを、えー、我々はあのクライメート・レジリエント・ディベロップメントという、はいまあ、気候変動に強い開発っていう CRD っていう言葉が非常にキーワードとして出てきたんですけれども、まあ、この よく、まあ、レジリエントって言葉もあのこの災害の分野では言われていることかと思いますがやっぱりそそのあたりが重要になってくるんですかそうですすかうね気候変動だから、まあ、全てを我慢するのではなくやはりあの開発あの発展したい国もいっぱいございますので気候変動にまあうまく対応しながらしかしまあ開発ないしは発展も一緒にやっていこうという道筋についてどうしたらできるのかと。 いうことをまああのたくさんあの調べて書いております。ただそれそういう道筋が選べる時期っていうのは限られているっていうか、どどうなんでしょう。先送りにはできない問題なんでしょうか。そうですね。あの第五次評価報告書に比べますと、第六次評価書ではやはりあの CRD あのにまあ、行く経路というのが本当に狭まっていると。でえっとこれまであの。 まあ、適切な対策はできていなかったということまで書かれてしまいましたのでやはりその今後10年の全ての、まあ、関係する人の全ての行動で全ての決断が重要であるということを、えー、我々はあの書いておりますやはり対策を急がなければならないスピードが大事ということですそうですね、はいまあ、あの今回の報告書。 を受けてて、ね、執筆者の1人として、えー、どうしてもこういうことを視聴者の人に知ってほしいっていうあの伝えたいメッセージがありましたらぜひお話しください報告書はまあ全部非常に長いので読むのは大変だと思うんですがいくつかそのキーとなるあの情報ないしは図表がいろいろとあの出てきてますので,でその中でもうすでに1.09度上がっていると。 で既に影響が出ているというので、まあ、近い将来の自分事であるということを感じていただければと思います。やっぱりあれですかねあのよく私も COP26 に取材に行った時にマパっていう言葉があって「most affected people and areas」っていうことで最も脆弱な人々と地域っていうものにもっと注目しなきゃいけないっていうことをあのこれは気候正義の観点からも あの言われている言葉なんですけれども、やはりもうすでに被害が顕在化していると。そして日本にとっても他人事じゃないっていうことでしょうか。はい、おっしゃる通りだと思います。特にその気候変動の影響が大きいのは、あのおっしゃっていただいた通り、まあ脆弱な人々に最初に出ますので。そういった方の、まあ、あの影響についても、ぜひあの思いを馳せていただければと思います。平林先生、ありがとうございました。したこれまで。 第6次評価報告書ワーキンググループ2に関する動画4本をシリーズでお届けしてきました。まだ見ていない皆さん、ぜひ他のシリーズもご覧ください。